バンビーノこと、ベイブ・ルース。当初、レッドソックスのピッチャーとして活躍していた。バンビーノの呪いは、アメリカ合衆国のプロ野球リーグである、メジャーリーグベースボールの球団、ボストン・レッドソックスにまつわるジンクス。ボストン・レッドソックスは、MLB の王者決定戦である、ワールドシリーズの第1回で優勝した強豪チームであったが、1918年以降は2004年に、 至るまでの86年間ワールドチャンピオンの座から遠ざかっていた。バンビーノの呪いはこれを1918年にトレードで放出された主力花形選手のバンビーのことベイブルースの呪いによるものだとするものである。呪いを真剣に受け止める者もいるが大抵はか,らかいや皮肉として扱われる。86年間にわたりボストンレッドソックスが MLB 王者である。 ワールドチャンピオンの座から遠ざかっていたことを過去にトレードで放出された選手の呪いであるとするジンクスである。ライバル球団であるニューヨークヤンキースとの間でしばしばからかいの種としても扱われている。1990年9月、ヤンキースのファンがレッドソックス戦の際に1918という掛け声でレッドソックスを揶揄して以降、ヤンキーススタジアムで行われる レッドソックス戦ではこの掛け声が掛けられるようになり、ヤンキースのファンはホームでのレッドソックス戦において、1918やバンウィーノの呪いなどと書かれたサインボードやルースの写真を掲げたり、1918と書かれた T シャツを着るなどしてからかった。2004年のアメリカンリーグチャンピオンシップシリーズにおいて、ヤンキースと対戦し、第3試合を終えて、 レッドソックスは0勝3敗であったが、その後逆転シリーグ優勝、さらに続く2004年のワールドシリーズでセントルイスカージナルスと対戦して優勝を果たした。もはやこの呪いはボストン文化の一部となっており、よく渋滞するストロー通りにかかるロングフェロー橋のリバースカーブの標識はリバースザカースと書き換えられ、2004年に優勝するまでそのままにされた。 2004年のワールドシリーズ最終戦勝利後、標識はカースリバースドに変更された。ハリー・フレイジーはベイブ・ルースをヤンキースにトレードした。後に野球の神様と評されることになるベイブ・ルースはバンウィーノのニックネームでも知られており、ボストン・レッドソックス在籍中は、投手として1916年と1918年のワールドシリーズで登板した。当時のレッドソックスは、 1> 第1回ワールドシリーズである1903年のワールドシリーズを筆頭に5度のワールドチャンピオンに輝いた競合であった。これに対し、ルースがトレードされることとなるニューヨークヤンキースは同時期にワールドシリーズへの出場したことは全くなかった。しかし1919 19年度のオフシーズンにベーブルースがヤンキースにトレードされて以降、 レッドソックスは1946年から1968年までの間に4度アメリカンリーグを制覇していたにもかかわらず、ワールドチャンピオンの座を一するなど、その成績は下降戦をたどることとなる。一方で、ルースを獲得したヤンキースは、トレード以降の84年間で、ワールドシリーズに39回進出、うち26回は優勝を果たしており、レッドソックスと対照的に、 北アメリカののプロスポーーツ界で最も成成功を収めたたチームの一つに成長していったこの優勝回数は他のメジャーリーグベースボールの球団の約2倍の数値となっている。このような理由から、後にボストンレッドソックスの低迷はニューヨークヤンキースにトレードされていったバンビーノの呪いが原因であるとするバンビーノの呪いというジンクスが誕生した。このジンクスは ヤンキースとレッドソックスのライバル関係の大きな象徴になっていった。ルースの放出について一説には1918年当時、レッドソックスのオーナーで演劇プロデューサーでもあったハリー・フレイジーの作品制作が関わっているとされる。フレイジーはルースらのトレードで獲得した資金をブロードウェイミュージカル作品のノー、ノー、ナネッテの制作資金に充てたとされる。 フレイジーはルースのトレードと前後して多くのプロダクションに関わっており、ノー、ノー、ナネッテの初演はトレードから5年後、フレイジーがレッドソックスを売却してから2年後のことであった。1921年にはレッドソックス監督であったエドバローが辞任し、ヤンキースのゼネラルマネージャーに転身、また他のレッドソックスの選手たちもヤンキースにトレードされていった。 リーモンビルは、ザビッグバム、ザライフアンドタイムズ・オブ・ベイブ、ルースの中で、ノー、ノー、ナネッテは1919 19年12月に、ブロードウェイで開幕した、ストレートプレイの、マイ・レディ・フレンズを元にしていたと記した。実際、マイ・レディ・フレンズは、ルースのトレードでまかなわれた。モンビル、ショーンジーを含む複数の研究者が、フレイジーは、ヤンキースのオーナーたちと、親しく、 また多くのトレード及びフェンウェイパークを担保にした資金がフレイジーの演劇活動に使用されていたと語っている。ルースがヤンキースにトレードされたのは1920年1月3日で、レッドソックスの成績が下降線をたどるようになったのはこのトレード後であったが、バンビーノの呪いという言葉は1918年のワールドシリーズまで遡る。この バンビーノの呪いという言葉が広く使用されるきっかけとなったのは1990年にダンショーンジーが表したザカーズ・オブ・ザ・バンビーノであった。その後複数のメディアによってこの題名がレッドソックスのキーワードとして取り上げられるようになり、またこの本がニューイングランドのいくつかの高等学校の英文の授業に使用されるようになった。1986年に 呪いと言われ始めたがそれ以前から呪われていたとされている。長年、レッドソックスのファンは、バンウィーノの呪いを解くため様々なことをしてきた。1994年、ケン・バーンズによるドキュメンタリー、ベースボールにおいて、レッドソックスの元投手ビルリーは、ルースの遺体を掘り出して、フェンウェイに連れてきて、ヤンキースにトレードしたことを正式に謝罪すべきだと語った。 2004年8月31日、マニー・ラミレスが打ったフォアボールが観客席セクション9のボックス95のロー AA に飛び、少年の顔に当たって歯が何本か折れたことで呪いが溶けたとする説もある。レッドソックスのラミレスのファンで16歳のリリー・ゲイビンはルースの農場のあるサドバリーに住んでいた。同日、ヤンキースはインディアンズとのホームゲームで22対0という。 チーム史上最悪の負けに苦しんでいた。2004年9月、ミュージシャンのジミー・バフェットがフェンウェイ・パークでコンサートを行った際、ルース及び呪術医の紛争をした前座たちと共に除霊式を行った。2004年10月1日、シアトル・マリナーズの一郎が1920年にセントルイス・ブラウンズのジョージュ・シスラーにより作られた。 MLB シーズン最多安打記録257本を84年ぶりに更新した。カートシリングはレッドソックスにトレードされた直後に、フォード F シリーズのピックアップトラックの宣伝で、ボストン行きと書かれた紙を持ってヒッチハイクする様子が描かれた。このヒッチハイクで車に乗り込むと運転手になぜボストンに行くのか尋ねられ、86年間の呪いを解くためと語る2004年の アメリカンリーグチャンピオンシップシリーズでレッドソックスは因縁のライバルであるヤンキースと対戦。レッドソックスはホームゲームの第3試合で19対8の大差負けをキスするなど最初の参戦を連続で落とし、大手をかけられた状態であった。第4試合、レッドソックスは1点ビハインドの4対3で9回裏を迎えた。レッドソックスはまず ケビン・ミラーのフォアボールで出塁し、ダイソーのデーブ・ロバーツが盗塁。さらにサン・ルイッシュ・ビル・ミラーが、ヤンキースのクローザーのマリア・ノリベラから、タイムリーヒットを放ち同点に追いついた。延長戦にも連れ込んだ12回、デビッド・オルティーズが、ツーランホームランを放ちこの試合を白帽子で飾った。さらにレッドソックスは次の3試合で連勝し、メジャーリーグ・ベースボール史上初めて、 最初に3連敗したチームのリーグ優勝を果たした。この年のナショナルリーグの覇者は1946年と1967年に対戦したカージナルスで、レッドソックスはこのカードを4連勝し86年ぶりのワールドチャンピオンの座に輝いた。くしくもこの試合の最終打者は、ルースと同じ、背番号3のカージナルス遊撃手エドガー・ーレンテリアであった。グレン・スタウトは、 カーズという言葉は反ユダヤ主義に基づくものだと批判した。フレイジーはニューヨーク出身の演劇関係者で、実際は長老派教会であったが、ユダヤ系とされていた。当時アメリカンリーグの会長であったバン・ジョンソンは、このためフレイジーを好んでいなかったが、宗教に触れずにニューヨークすぎると揶揄していた。フレイジーはボストンでとても尊敬されていたが、 ヘンリー・フォードのディアボーン・インディペンデント紙に、いかにユダヤ人がアメリカを衰退させていったかという記事を連載し、うちいくつかの記事はフレイジーを批判するものであり、フレイジーがレッドソックスを買収したことにより他の球団を窮地に陥れたと記した。これらの記事により、フレイジーに対する球団オーナー、民意に変化が起き、 スポーツ記者のフレッドリーブによるレッドソックスに関する著書フレージーの抽象部分でユダヤ系であることを示唆した。ありがとうございます。